皆さんこんにちは、松永春菜です。私はパニック障害と診断されてもう13年が経つんですけど、その間にいろんな薬を飲んできて、で結果的にメイラックスとデパスっていう薬に落ち着いたんですね。私の闘病系のことについてはアメブロで詳しく書いているので、まあ、そちらもご覧いただければと思うんですけど、で今日はそのデパスを弾薬した時の話についてまとめていこうかなと思うので、まあ、今デパスを飲んでいるよとか、デパスの依存性が気になるよとか、デパスを減薬弾薬したいっていう方はぜひね最後までご覧いただけたらなと思います。まず私がデパスを飲み始めたのが今から13年前、まあ、ちょうど診断を受けて半年後ぐらいに飲み始めたんですけれども、半年後ぐらいだったかな、いやもっと早かったかもしれない、ちょっと記憶があれなんですけど、で、まあ、そこから飲み方としてはどこか外に出かけるときに飲むっていう感じにしてたんですよ。なので、まあ、頓服といっても不安になったら飲むっていう感じではなくって、外に出るために飲むっていう感じだったんですよね。なのでまあ、今思えば不安が来た時に飲んでしまっていたらちょっと弾薬とかはできなかったのかなって今でも思います。で、まあ、弾薬をし始めたのが2018年の4月ぐらいからなんですよね。でこの時から弾薬をして、今はもう一錠も飲んでいません。もちろんかけらも舐めたりとかもしていません。でデパスの弾薬でやっぱ大変だったことって、やっぱ精神的依存がすごく出たんですよ、弾薬した時って。で主治医の先生ともう超喧嘩して、デパス出せよオラみたいな。で先生はちょっとデパスに対してはちょっと否定的な考え方なので、もう処方私はしないからって感じだったんですよ。あ、ちなみにね、私の先生は女の先生なんですけど、で結構そんな感じでやり合ったりはしてたんですけど、もうこの先生出してくれないからいいやって、もう結構諦めをついていて、でも薬を飲みたい、まあ、デパス飲みたいでね、うちの近くに心療内科があるから、もうワンチャンそこで処方してもらえばいいやってちょっと諦めがついたんですよね。でそういう風に考えたら、逆にいつでも手に入るって思えて気持ちが楽になったんですよ。デパスの離脱症状が結構辛くて、その精神的依存がバーって出たことにも加えて、やっぱ大きめな予期不安ですとか、あと脅迫観念とか脅迫行為っていうのがすごく強く出るようになったんですよね。で今でも脅迫観念と脅迫行為はあるんですけど、日常的にそこまで支障が出るかっていうほどでもなくなりました。で私に起きた脅迫観念っていうのは主に不潔恐怖症なんですよね。なので人が使ったものとか人が触ったものとかちょっと汚いなって思っちゃったりとか、人が作った料理とか食べたくないって思ったりとか、すごく、まあ、大げさなものだと市販のなんだろう、お菓子とかパンとか、まあ、ジュースとかあるじゃないですか。ああいうところに誰かが毒持ってるとか、あとはなんかちょっと変な薬塗られてんじゃないかとか、ありえないことばっかり考えちゃうんですよね。で、まあ、今でも私たまにやっちゃうんだけど、缶ジュースとか、その自販機とかスーパーとかで買って、こうやって飲めなくて、ちょっと拭いてからじゃないと嫌だなとか、だったらペットボトルを買おうとか思っちゃうタイプなんですよね。あと、まあ、料理をするときにも、食中毒を気にして手をすごい頻繁に洗っちゃったりとか、熱湯消毒もすごいこまめにやったりとか、あとお肉とかも生で触りたくないし、生焼けも気になるから必要以上に焼いてしまうしっていうこともあるんですよね。でも私さ、子供がいるから、まあ、そこまでね徹底的に調理していれば別に大丈夫だろうぐらいな感じになって、結構割とプラスには考えています。うん、だってさ、ズボラな感じでやってて食中毒になっちゃうよりかは、まあ、全然いいかなと思って、この脅迫観念と脅迫行為がむしろプラスになってるなっていう風に私は感じていて、で、そのデパスをやめるっていうことに関しては、結構さ、デパスって、まあ、私ぐらいの時に、パニック障害とかさ、そういう風になってる人って結構もらってる人多いと思うんだけど、多分今ってそんなに出してくれないんじゃないかなっていう印象があるんですよね。もし今、デパスを飲んでいて、これからね、まあ、減薬弾薬するよっていう人とか、デパスをやめたいっていう人は、ちょっと私のように急にやめるんじゃなくって、やっぱ少しずつその飲む頻度を抑えてみるとか、それか、その量をちょっと減らしてとかっていう風にしていくのがいいんじゃないのかなと思います。私はもう、手元にデパスはあったけれど、それを飲み切ったら本当に飲む術がないと思っていたので、その弾薬し始めた頃は。だから、
ほんと急にデパスを飲まなくなりましたっていう感じだったんですよ。で、これ日常生活にすごく支障が出て、ほとんどなんかもう寝たきりみたいな感じだったんですよね。なので、急な弾薬っていうのはおすすめしません。もう周りにね、何でもしてくれる人がいて、お金にも困らないっていうような状態だったら、まあいいんじゃないのかなって思うけど、結構自分でできないこともやっぱり増えていくので、そうね、急な弾薬減薬っていうのは私はおすすめしません。でね、そのさ、薬をやめると、離脱症状とかさ、体調悪くなったりする時ってあると思うんですけど、それは薬の離脱症状なのか、それとも身体的な症状、その持病のね、私の場合だったらパニック障害が悪さをしているから起きているのかっていう、この見極めもすごく大切なんですよ。なので、このさ、状態をお医者さんに話すとするじゃん。そしたら、お医者さんって結構、それは薬を減らしたからそうなったんだよっていうんじゃなくて、あ、ちょっとね、悪くなっちゃったね、みたいな感じで違う薬を出したりとか、まあ、むしろ、その今飲んでる薬を多めに出したりとかもするんだけど、結局、パニック障害とかの精神疾患って、そのね、なんか脳波取ったりとか、心電図取ったりとかさ、血液検査をして、数値として出てくるものじゃなくて、患者が訴えていることに対して薬が処方されるわけだから、その見極めは患者自身がしっかりやらなきゃいけないものなのかなって、私は個人的に思います。はい、今日の動画は以上です。まあね、レパスを弾薬してちょっと辛かったことを簡単にまとめたんですけれども、ぜひね、参考になったらチャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いします。私はブログでもパニック障害のこととか、起きたこと、その弾薬とかして起きたことっていうのを結構頻繁に書いているので、よかったらアメブロも覗いてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。